日本銀行は日本銀行法に基づく財務省所管の認可法人。日本の中央銀行。略称は日銀。日本銀行の読みは日本銀行とされており、日本銀行券でのローマ字表記も日本銀行となっている。一方、日本国内においては日本銀行の呼び方も一定程度されているとみられる。日銀の発行する出資証券は、 東京証券取引所のジャスダック市場に上場している。日本銀行は日本国政府から独立した法人とされ、公的資本と民間資本により存立する。資本金は1億円で、そのうち政府が55%の5500万円を出資し、残り45%にあたる約4500万円を政府以外のものが出資する。日本銀行法により、 日本政府の保有割合が55%を下回ってはならないこととなっている。2015年3月末日時点における政府以外の出資者の内訳は、個人40.1%、金融機関2.2%、公共団体等0.2%、証券会社0.0%、その他法人2.5%となっている。株式会社における株主総会にあたる、 出資者で構成される期間は存在しないことから、出資者は経営に関与することはできず、役員専任権等の教育権は存在しない。一方で、自営権に相当する常用金の配当は、払い込み出資金額に対して年5分以内に制限されている。もしも日本銀行が解散を決議した場合でも、残余財産の分配は出資者にはなく、 日本銀行法により全ての財産は国に帰属することになっている。国の行政機関ではないものの、その金融政策は行政の範疇に属すると考えられ、独立行政委員会に準じる存在と位置づけられている。物価の長期的な安定は、マクロ経済の観点から重要であるが、政治部門は短期的な手法を取ることを先行しがちであるため、 長期的な公益確保、政治的中立性の観点から自主性、独立性が認められている。日本銀行は日本国債に関する証券集中保管機関であるという性格も持つ。社債、株式等の振り替えに関する法律第47条による主務大臣の指定により、同法上の振り替え業を営むものとなっている。 第二次世界大戦下の1942年に制定された旧日本銀行法では国家経済総力の適切なる発揮をじるため国家の政策に即死通貨の調節、金融の調節及び微信用制度の保持育成に任ずる千羅国家目的の達成を使命として運営せらしむる機関とされていた。資本金の出資者には一般の株式会社の株式に相当する 出資口数を称した出資証券が発行されるが、出資証券はジャスダックに上場され、株式に準じて取引されている。一部の証券会社では、日銀出資証券を取り扱っていない場合がある。証券コードは8301。ジャスダック市場における取引の1単元は100個。なお、売買価格は、株式市場における実勢価格であり、 額面の出資金額とは異なる。同出資証券の j a s d a ク市場での2018年における年間の売買口は46万2千0同出資証券の売買単位は100口であるが、100口券を1口券100枚に分割可能ではある。100口未満の買取請求はできない。また、同出資証券は、証券保管振り替え制度の取扱い対障害である。 同出資証券は、いわゆる有価証券のペーパーレス化がなされておらず、上記のジャスダック市場でなされた、売買の決済は、現物証券の受け渡しによってなされる。日本国内の証券取引所でなされる、売買の決済では、唯一の現物受け渡しの例である。1998年の日本銀行法全面改正により、日本銀行の目的として、 物価の安定と金融システムの安定の二つが明確に示された。政府からは独立して運営されるようになり、戦前の国家総動員、戦時立法職は払拭されたものの、一方で日本国憲法第65条に反するのではないかという問題がしばしば論じられるようになった。これを容認する立場には諸説がある。行政公助説に立って日銀を 独立行政委員会と同様に考える説、限定的行政控除説に基づいて、金融政策は、行政内視金融行政の中心をなすものではないと、返した上で、高度の立法裁量が認められるとする説、政府の指揮監督は必要でないとする説、など。また、縁を基礎とした国民経済の発展に資する機関として、経営政策全般の透明化が求められるように、 なった。統制の問題はあるが、政府とは取引関係がある。日銀が保有する長期国債の買い戻し条件付け売却、政府短期証券の引き受け、償還期限の到来した国債等の借り換えのための引き受けである。本来、借り換えは累積債務を減らすために行うものであるが、実態として借り換えが債務を増加させている。商業手形その他の手形の割引。 手形、国債その他の有価証券を担保とする貸付。商業手形その他の手形。または国債その他の債券の売買。金銭を担保とする国債その他の債券の対策。預金契約に基づいて行う、預金の受け入れ。内国為替取引。有価証券その他の財産権に係る証券または、証書の保護預かり。 地金銀の売買その他全各悟の業務に付随する業務。日銀のマネタリーベースの推移。1990年により、縦軸の単位は長円。量的金融緩和政策は、日本銀行や世界の中央銀行の多くが持つ金融調節機能の一つであるが、近年、国際的に多大な注目を集めている。長年、日本銀行を批判してきた。 黒田晴彦総裁は15年にわたる日本のデフレーションの責務は日銀にあると明言しており2013年4月年2%のインフレーションの目標を2年程度で実現するために日本銀行が供給するマネタリーベースを2年間で2倍にするなど大胆な量的金融緩和に踏み切った実際の推移は右のグラフ参照黒田総裁の就任後から マネタリーベースが急増している。日本銀行の量的金融緩和は黒だ。総裁以前にも金融政策決定会合の審議委員であった中原信之によって提案され、2001年3月から実施された。実際の推移は右のグラフ3章。この時の量的金融緩和についてアメリカ合衆国のベンバーナンキ FRB 議長は不十分で中途半端であると表し 当人はアメリカのマネタリーベースを約5倍にする大規模な緩和を実施した。イングランド銀行のマーク・カーニー総裁は日本が過去に早すぎる量的金融緩和の緩和解除を行ったとし、その誤りをイギリスが繰り返さないことが重要だと指摘している。この緩和解除については右のグラフの2006年の間の変化に現れている。さらに古くは量的金融緩和政策は 増章や日本銀行総裁を務めた高橋惠紀が昭和教皇や世界教皇により混乱する日本の経済をデフレーションから世界最速で脱出させた事例にも遡ることができる。日本銀行には役員として総裁、副総裁、幹事、理事、参与、審議委員が置かれる。審議委員とそれ以外の役員とで日本銀行法での規定に際があるため、 事例上の正式表記では、審議委員のみ、日本銀行政策委員会審議委員のように、政策委員会が関される。総裁、副総裁、審議委員は、衆参両議院の同意を得て内閣が任命する。幹事は、内閣が任命する。理事、参与は、政策委員会の推薦に基づいて、財務大臣が任命する。総裁、副総裁、審議委員の任期は5年、幹事。 理事の任期は4年、参与の任期は2年である。理事を除く役員は、法に列挙された自由に該当する場合を除き、在任中、その意に反して解任されることがない。日本銀行の職員数は2008年3月末、現在4853人。職員は、総裁が任命し、みなし公務員とされる。本店東京都中央区日本橋本屋町にある。 日本銀行本店1896年竣工、立野金吾設計、日本銀行本店の空撮国土、交通省国土画像情報をもとに、作成5000円紙幣 c e 号券の裏面には、日本銀行本店が描かれている支店、日本銀行大阪支店9館と、新館日本全国に32点の支店を有する。国内事務所国内事務所14箇所を有する。 三戸尾広旭川盛岡山形と山福井長野鳥取徳島佐賀宮崎歴史的建築物海外事務所ニューヨークワシントン DC ロンドンパリフランクフルト香港北京本店及び支店の業務区域2012年12月自由民主党の安倍晋三総裁は日銀が2013年1月の金融政策決定会合で物価上昇率目標の設定を見送れば 日銀崩壊性に踏み切る考えを明らかにし、また雇用についても責任を持ってもらうと強調した。これは日銀の独立性が強すぎるためにデフレ対策ができていないことを問題視していることを意味し、日銀の目的にインフレターゲットや雇用安定化を明記すること、一定条件の下で日銀政府総裁や審議委員を 国会の議決で解任できるなどの改正を示唆することで当時総裁であった白川正明に強力な圧力を与えたものと考えられる。その後、安倍首相は2015年に日銀法の改正について将来の選択肢として視野に入れていきたいとの考えを示した。これは白川総裁の公認にデフレ脱却に積極的な黒田春彦を着任させることができた。 ためである、ありがとうございます。